監督たちのおごりでバーベキューらしいぞ。バーベキュー、肉肉肉、お肉肉、合わせて肉肉、お肉肉、お肉万歳、元気100倍、なに怖い、アレルヤ、お肉神様、お肉神様。月になったら期末テストあるの分かるよね、わかるよね。おい、どこにも逃げられないぞ。縁の下、捕まえろ。はっ、赤赤でって何点ですか。そっから影山が息してません。日向、そこまで思い詰めなくても多分大丈夫だよ。俺、小テスト2桁以上の点数ほとんど取ったことないですけど大丈夫ですか。おい、お前ら菩薩顔やめろ。おい、見ろしょうよ、テレビだぞ。あ、テレビ、あ、すげえ、俺も映りたい。こらこら、そこの中小学生かな、少し静かにね。すみません。きっちり正面でボールを捉え、あ、こんなことじゃ、ズラだったのか。気づくの遅えよ、みんな入学式で気づいてたぞ。ブッ、お前ら黙れ。田中も黙れ。いつからやってるんですか、誰に教わったんですか、絶対いつからやってますか、自然の力で考えたんですか、練習したんですか、壁にぶつかったことありますか。うちのはもっとガーって感じのやつ。俺のことだ。何してんの。試合になるとこのチビちゃん本当厄介だから、今のうちにどっか埋めちゃう。ち、よくないこと。お前たちには高校最後の大会か、健闘を。全国行くんだから最後じゃねえんだよ。全国へ行ける代表枠は一つだから。やめて言ってんじゃねえのか。余計腹立つ。赤く勝つのはカラスので。すいません。誰だろうと受けて立つ。おお、どうもさ。見ました、すごいですね。マグレだけど。僕とうるせえね。失敗して叩き落とされることもよくあるけどな。僕とさんよくありますよね。赤足、今はそんなことないっていうところ。床に叩きつけるだけがスパイクじゃない。落ち着いていれば戦い方は見えてくる。ああ、そんなことないですよ、僕とさん。赤足遅い。よっよこせ、一本で切ってやる。少し熱くなりすぎてるボクトさんにトスを上げた場合、 A、 普通に決まると問題なし、 B、 ミスるまたはブロックされるといつもより割り増してテンションが下がる可能性があり、 C、 上げなかった場合、うーん、もう知らない、いじける恐れあり。 C が一番めんどくさいな。ボクトさん、今度こそ止めるぞ。せーの。もしかして あれ来ちゃった。うっそ、早くね。来た。赤字、今日はもう俺にあげんな。出た、僕としょぼくれモード。わかりました。え、じゃあ上げない間に落ち着いてくださいね。お願いします。任せろよ、エース。かっこいいね、やっぱ最後はエースですな。やっぱり俺最強。ヘイ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 
キお前絶対後ろかに勝ってこいよ。なんでですか。だって俺は今ツッキーに圧勝中だから、ツッキーが牛若に圧勝したら俺は牛若に圧勝じゃん。すいません、ちょっと意味が。そうしたら俺最強。ヘイヘイヘイ。おいかさん、嫌だね。バーグバーグアキビーだ。まだ何も言ってねえよ。頑張れ。この人たち声すら出てない。普段はあんなにうるさいのに。一回戦絶対勝つぞ。いや千尋とかです。一年生ね。一年国民であります。あります。朝日ちょっと引っ込め。あや美人の隣に2分近く立ってしまった。ファンの人とかに挨拶されたらどうしよう。あ、どうしたの。金髪にピアス、こんな人までファンなんて。殺される。暗殺。君大丈夫。一応俺コーチなんだが。なんてこった。また見た目で人を判断してしまった。すいませんでした。ね、お前行けよ。って言えば白鳥沢の近くじゃないか。白鳥沢って牛若の。俺に何か用か。ジャパン。あ、なんかいい感じなんで新しい速攻やっていいですか。お、落ち着け。裏にすごいギラギラ。うちの犬腹ペコの時餌見せるとあんな顔する。なあ菅君、あ、カラスのあの子挙動不審だけど大丈夫。届きますか。何か取る。私おいしくないです。じゃなくて、はい大丈夫です。今これをいただこうと思ってまして。おいしい。いやちゃん、今食ったやつすげえ黒かったけど大丈夫。お茶いる。水もあります。あそこの絵面がやばい。おお、街中だったら通報されそうっすね。結婚は待ってください。大丈夫、菅原と結婚の予定はない。それは分かんないだろ。手なら俺が握ってやるぞ。いや、俺が。やめろやめろ。清水の匂いが取れちゃうだろうが。うるさい。俺だけずるい。さっきの間違えたはスルーの方向かな。サイデゲス。語尾が変だぞ天道。ふんふんふん。おりおり。こしょ。西野役戦助けて。うるさいお前ら。お前は前回完膚なきまでにへこましたからな。残すは牛若野郎ただ一人。今回もどいてもらうぜトビオ。お
文したか。こいつこれで降参か。僕ら試合になったら敵同士ですよね。どうしてアドバイスまでしてくれるんですか。僕が親切なのはいつものことです。何もそんな目で見なくても。ほら、さあさっさと帰んべ。表彰式なんて死んでも見たくないからね。お前つくづくうんこ野郎だな。